はい、それではですね、今度は光について説明したいと思います。はい、光なんですけども、例えば文字を光らしたいっていう場合にはですね、よくグローをかけるってあるんですが、ちょっとこれかけてみましょう。はい、グローをですね、かけたんですけども、ちょっとご覧いただくとわかるんですが、文字を直接にグローをかけてもですね、あんまりちょっとうまく光らない。そうした場合にですね、今度はブラーのガウスをちょっとグローの前にかけてみましょう。はい。ブラーのガウスをかけることによってですね、少しやんわりした、ソフトな雰囲気になりました。その後にグローをかけると、発光具合が違うんですね。これちょっとビフォー、アフターっていう感じで、なんかもわーんとした発光加減が変わってきます。はい。グローなんですけども、ちょっとこちらをご覧ください。グローがかかる部分っていうのは、基本的には明るさのある部分、輝度信号が高い。白色に近い部分がそうなります。ですから、画面で言うと黒いところは光るわけがないんですね。よく黒い文字を光らそうっていうのは無理です。もちろん赤い文字よりも白い文字の方が発光がしやすいっていうのも、お分かりだと思います。はい。例えば、外に出た女性ですね。こういった場合でグローをかけたりすると、はい、肌色の部分のみが光ります。もちろん、髪の毛も茶色いんですけども、発光のですね、ちょっとグローの敷地いじってみるとわかると思うんですが、要は明るい部分が光りますよということをまず覚えておいてください。また、文字なんかを光らす場合ですね、アウトラインとインライン、そちらの方を2つちょっとやってみましょう。まずは、ここの、はい、インラインの方ですね、中に入るラインの方を作ります。光りましたね。そして今度は別でもう1個、アウトラインの方で同じようにかけてみます。はい。そして、これを先ほどやったインラインの方とプラスすることによって、より発光を演出的に見せるということができるわけです。もちろんですね、ライトレイとかのですね、活用もポイントです。普通に光らすとですね、このような形になるんですけども、はい。ここでですね、CC ライトレイっていうのがあります。はい、これをですね、ちょっと1個ずつ入れていきましょう。どうなるかというとですね、はい、こんな感じでですね、発光がさらに増します。よ。はい。うわ、眩しいっていう感じなんですけども、はい、こういう風にですね、CC ライトレイを使うと、よりダイナミックに発光させることができます。さあ、最後にレンズフレアなんですけども、通常レンズフレアっていうのはですね、適用すると、はい、このような形でレンズフレアが出てくると思うんですけども、このレンズフレアをですね、色を変えてみたい。ただこのレンズフレアにはですね、この色を変えるパラメーターが入っておりません。そうした場合どうすればいいのか。はい、ここでですね、レイヤーの新規から平面を選びます。平面で黒色を選択。そして黒を選択したら OK を押します。そしてここに対してレンズフレアを適用するんですね。そうするとこのような形になります。さあ、そうしましたら、この平面、ブラックに対して、モードから加算っていうのをかけてあげてください。加算、つまり明るい部分のみを見せてくださいっていった形です。そしてこのブラック平面に対して、エフェクトの色調補正から、はい、サイドとかを色でいじるんですけども、マスターの色相とかですね、変えることによって、このレンズフレアの色を入れ替えるということができるわけです。ですから、エフェクトを使う場合っていうのはですね、基本的には光とかのエフェクトを使う場合には、新規平面を黒色で作って、そこにエフェクトを投げ込んで、描画モードで調整するというやり方を使ってあげてください。